動脈を噛みちぎられ大量の血を吸い取られたようだ。無言だ。生きた血肉を食らわなければホリジンは飢えを感じる。彼らは長命師でもありますが、より肉食動物に近い存在だと思ってください。そういえば優秀国は風霊に食事を与えていないと聞きましたが、想像できませんね。700年もの間飲まず食わずで飢えに耐えるなんて。連れ去られた妖精の施設は無事なのでしょうか。それが北条の忌み物の恐ろしさ。剣術兵をもって奴の生命力を削ろうとしたが、その長い刑期はむしろ我々の忍耐力に対する試練となってしまった。レーサ殿が言ったように、殺しきれない怪物は公正に放り込めばいいのかもしれないが。古族はそれを許さないですか。ああ、風霊が犯した罪は殺戮だけではない。数千にも及ぶ戦の中で私たちはホリジンを殲滅しようと力を尽くしてきた。だが奴は出所の知れない邪法を使い、無数の古族を己が配下の兵士や奇獣に変え、何度も盛り返してきたんだ。古族は日々奴を呪い、その名を子供を押し付けるための叱り文句に使っている。それほどの巨悪を人思いに死なせたが、同盟内の古族の気も晴れないだろう。レーサ殿、なぜ風霊が古族の多い妖精ではなくラフに収容されたのか知っているか。さっき言っていたではありませんか。優れた実力を持つ死が風霊を破り太鼓を立てたと。だから元帥も悪獣をラフに預けたんですよね。その功績に対する一種の報酬として。レーサ殿は大きな誤解をしているようだ。それについてはこれから説明しよう。